久保さん、本田圭佑さんがね、近畿大学で卒業スピーチしたらしいんですけど、タイトルが、夢の実現の近道は環境にこだわれっていうね、見出しなんですけど、環境ね、大事だと思います。うん。でもその環境は大事なんだけど、その環境にいたとしてもやらないんだったらね、例えばインターネットビジネスしたいと思ってもネットがつながってない状態だったら、まあそのネットビジネスうんぬんですよね。そもそも、なんだ、スマホがありませんとかパソコンがありません。ネットで稼ぎたい。パソコンもスマホがないけどネットで稼ぐ。まあできないことはないですよね。漫画喫茶あるんで。でも漫画喫茶で毎回行くとこしんどいですよね。だから環境って大事ですよね。やるにしても。だからいつミサイルが家にぶち込まれるかっていう環境の中でビジネスができるかっていうと、生きるのに必死でそれはできないと思いますし、だから環境って本当大事なんですよね。でもこの恵まれた環境の中でやっぱやっていないっていうのは非常にもったいないなと僕は思いますね。まあ久保さんとのこのやり取りもね、続けられる理由って無料っていう環境があるからですよね。いってらっしゃい。